おはようのおはなしお話大切なわたしありがとうそのときわかってくれてありがとうぼくのからだのなかからメッセージがきこえたんだああそうだ 僕はもう辛い気持ちを空へ変えそう。すると、それを見ていたお日様が、僕の気持ちをすっぽりと受け止めてくれた。僕はなんだかほっとした。そして、 体の奥から生きる力が湧き上がってきたんだ。木は話し終わると幸せそうに目を閉じた。そうだ、私もやってみよう。キリちゃん、寂しかったね。 辛かった、ね、でもだいじょうぶだよ。わたしがいつもおうえんしているからね。するとわかってくれてありがとうわたしのからだのなかでだれかさんが 喜んでいるよ。なんだか、チーズがとろけるみたいに、ゆるゆるいい気持ち。私もう、寂しい気持ちを、空へ、変えそう。あれなんだか、 ぽかぽかしてきたよ。あお日さま。その時、私気づいた。私がキラリちゃんなんだ。